で、英語の方、国語の方はですね、分布の中ではですね、いい得点を取っている。つまりみんなと比べたときに、国語の方が相対的に高い得点、高い位置づけにあるよ、高い位置にいるよということに、なるわけです。ただね、ただねってことなんですよ。ただね、分かりにくいねって話なんですよ。なんで日本ではあまりこの Z 得点そのものはですね、好まれずですね、偏差値っていうのを求めるわけですね。で、偏差値っていうのは Z 得点 ×10+50 なわけです。なんで、英語の、偏差値からちょっと考えていくとですね。